皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回も、君の目的は僕を殺すこと、3を実況したいと思います。よし、じゃあパパッと倒しちゃいましょう。第3150の魔人、知能化、殺害完了。君、ちょっといいかな？いいですよ。この間、無邪気とこそこそ話してなかったかい？ギク。ああいうのはあまり好きじゃないな。友達同士なんだ、隠し事はダメだよ。計画がどうとか言ってたけど、計画ってなんだい？ギク。いやーほら、あれだよ、三人で花火を見ようっていう計画だよ。私も入れろよ。私も入れてー。あ、思い出したよ。え、思い出した？計画、確かに計画してたね。そうそう、創造神に勝つためにプレイヤーを呼んで、卵かけご飯パーティーの計画だろう。あ、うん、そうだね。みんなを誘おうって話したよね、無邪気にめじろ。それにトロイ君と。もちろん、創造神君もだ。創造神君と会うのは久しぶりだよ。最後に会ったのはいつだったっけな。久しぶりに会えるのが楽しみだよ、くくく。あ、これ創造神のせいだ。カズミンの家。フェスが開催したので、この夏祭りガチャを回したいと思います。このクーポンを使ってね。またまたやらせていただきました。じゃあ、いつも通りボス魔人倒しますか。そろそろ苦戦したりするか。いや、今のところは楽勝だね。第3200の魔人、ケオンク、殺害完了。出たな、モモンガ。だからモモンガじゃねえよ。やっと二人きりになれたね。うふふ。君にどこから話そうか、ずっと考えてたんだけどね。まずは、僕のことを知ってもらおうと思って。僕はね、姿形はだいぶ違うけど、これでも魔人の、同位体、なんだ。え、同位体なの？永遠を飲み込んだ魔人が細胞分裂するとき、たまーに突然変異が起きるんだ。それで普通とは違う魔人が生まれるんだよ。突然変異で生まれる魔人は特別な力を持ってることが多いんだ。発明の力を持つ魔人、執事の力を持つ魔人。発明の力はわかるけど、執事の力って何？そして僕は時間を操る力を持って生まれたんだ。ちょっと待って、強すぎない？時間を操るってことはタイムエンペラーや。もう気づいたよね。君がいつも使ってる時空再起動は僕の力なんだ。なるほど、だからここに無邪気の顔があったんだ。時空再起動に休憩が必要なのは僕の力の回復を待つ時間なんだ。いつも待たせてごめんね。いやいや、いつもお世話になってるし、謝る必要なんてないよ。魔人と僕はこの力をもとに創造神に復讐する計画を立てたんだ。あの頃の魔人は復讐心に燃えてて本当にかっこよかったよ。なのにどうしておかしくなっちゃったのさ。本当にどうしておかしくなっちゃったのさ。こんな変なポーズして。それは元からだ。登録者数85人、本当にありがとうございます。さて問題です。いつ倒し終わるでしょう。A、13.1 秒。B、8.2 秒。C、30秒。なんで増えてんだよ。C の30秒。一番可能性低いのに、なぜそれを選ぶ。数大きいから。は？フランさん。
残念、不正解です。正解は、今行ってどうする。確かに。答えはいいでした。アンサーだけ。君、ちょっといいかな？いいですよ。君は一体、いつまで僕を殺すつもりなんだい？このゲームが終わるまでですかね。僕が無限にいるとはいえ、あまりに悲しいよ。悲しいといえば、実はこの間、妙な夢を見たんだ。妙な夢？僕が創造神君と、喧嘩してね。僕は創造神君に仕返しをしようとして。そうしたら、トロイ君が創造神君の味方についちゃって。だから、僕はトロイ君を。トロイ君を、殺しちゃって。とても悲しい夢だった。目覚めたら涙が出ていたよ。そりゃ悲しいよな。友達を殺しちゃうなんて。友達同士で争うのは良くない。君もそう思うよね。思う。だけど、本当の君に君を殺すよう言われてるんだ。はい、おまけです。またルビーが溜まったので、ガチャを引いていきたいと思います。バカ、お前クーポンは、ああ。なんでだよー。お前運悪すぎだろ。あ、でも限定アーティファクト出た。え、こいつ強っ。